よりなんせ江戸時代からタイムスアリンスこと花魁の神月さくらでありんす。本日は吉原のお勉強企画第何弾か忘れんしたがやっていこうと思いんす。すごく久しぶりな気がしんすが、久しぶりの間にどんどんなぜかあちきの吉原のお勉強絵巻が再生数が伸びていて、ここまで需要があると思っていなかったんで驚いていんすが、本日もあちきと一緒に学んでいきんしょう。本日は吉原の驚き床事情をご紹介いたしんすえ。吉原といえば体を売るお仕事がありんすが、まあ、そんな中でもどういった環境でお仕事をしていたかというのを少しなご紹介していきんす。それではアリンス。まず吉原のどんなところに驚きの床事情があるかというと、吉原のお客様のご相手をする個室というのがあるでありんすよ。で、その個室でありんすが、高級遊女の方はお客様のお相手をする個室というのが与えられていんしたが、まだ位的には下の方の遊女でありんすな。その遊女たちは自分のお客様のお相手をするお部屋というのがなかったでありんすよ。そんな遊女たちは回し部屋というお部屋でお客様のお相手をしていんしたが、まあどうしてもな、お店がすごくいっぱいお客様がいらっしゃって、ね、回し部屋が足りないっていう、そういうことがあったでありんすよ。で、そんな時、部屋を増やす方法があるでありんすよ。それは、屏風を部屋の真ん中にポンと置いて、これで二つの部屋ができました。めでたし。回し部屋を二つに割って、で、二名のお客様のご相手ができるようにしたでありんす。当然、まあ、屏風一枚で仕切ってるわけでありんすから、隣というかもう、もはや同じ部屋でありんすな。同じ部屋の、そのお客様と遊女がいたしてるところでありんすな。そういう声が、丸き声でありんすよ。まあ、今ちょっとな、屏風で仕切ったお部屋、ちょっと現世では、あまり考えられないようなことが起こっていんしたが、江戸時代の方々は、まあ、長屋暮らし。もう今で言うアパートみたいなところでありんすが、で、当時の長屋というのは、もう隣の生活音が筒抜けでありんした。ご飯の支度をしている音とか、あとまあ、家族内の会話とかも、ほぼ筒抜けで、で、夜の営みでありんすな。そういう声も、筒抜けでありんすよ。屏風を一枚仕切って、で、同じ部屋でお相手というのは、あまり嫌悪感がなかったでありんすよ。まあ正直、現世だったら、不条文でありんすがね。それでは、本日のまとめ。江戸時代の吉原は、部屋を屏風で仕切って、お客様のお相手をしていることがありんした。隣の音が筒抜けだった、プライベートもほとんど何もない、江戸時代だからこそできたことかもしれんせんな。この絵巻が勉強になったなぁという方は、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録、お頼み申しんすえ。それでは次の絵巻でお会いしんしょう。おさらばへ。一輪の花、花魁。